こんにちは。リシンクファッション早稲田です。私たちは2020年5月に設立されたサステナブルファッションをライフスタイルにということをモットーとした学生団体です。10人十色のサステナブルファッションを大切にしながら約80名の学生とともにインスタグラムで主に情報発信を行っています。サステナブルファッションってなーに？今日の動画でみんなにとってのサステナブルファッションを見てみましょう。スタート。こんにちは、ひびきです。私のサステナブルファッションはこんな感じです。ネイビー色の薄手のジャケットは春先まで使えるような素材で古着屋さんで500円ほどで購入をしました。青色のステラマッカートニーのバッグもお気に入りです。ネックレスはヴィンテージのものをメルカリで探すことが多いです。ワンピースは来年も再来年も着たくなるような飽きの来ないデザインだからこそ気に入っています。私のサステナブルファッションのポイントは飽きの来ない長く着れる洋服を選ぶこと、そしてセカンドハンドストアに行って古着をチェックすることです。こんにちは、まひろです。今回のコーディネートのポイントはアフリカ柄のバッグです。普段黒や白の服を着ることが多いためピンク色のバッグでコーディネートを明るくしてみました。今回着ているジャケットは ZOZO ユーストで2000円ほどで購入しました。ピアスはアナルイザのものです。バッグは宮下パークのクラウディで購入しました。また今回身につけているネックレスやタンクトップは私の愛用しているメルカリで購入しました。こんにちは、ゾイです。今日はモードな感じのコーデを作ってみました。上のジャケットはラグタグという古着屋さんでゲットした山本耀司のものです。腰回りがベルト仕様になっていてとっても可愛いです。そして黒いプラダのバッグは母のお下がりです。中に着ているタンクトップはメルカリで発見しました。もともとは真っ白なタンクトップですがレフメンバーと一緒に緑のタイダイ色に染めてみました。最後にこちらのハートのリングはウルフサーカスというリサイクル素材を使ったブランドのものになります。皆さんこんにちは、葵です。この茶色のコーチのバッグはヴィンテージシティという全国の古着がチェックできる古着アプリで購入しました。そしてピンク色のカーディガンと白色のベルトはお母さんとシェアしています。古着アプリとっても便利なのでぜひ皆さんもチェックしてみてください。こんにちは、みなみです。私が着ているのは古着で購入したモスキーノの T シャツとアニエスベのレザーパンツです。このレザーパンツはフリマアプリで購入して奇跡的にサイズがぴったりだったのですっごくお気に入りです。レザーアイテムを買うときはなるべくセカンドハンドで買うようにしています。レザーはちゃんとケアすればかなり長い間楽しめますし古着で買えばお財布にも優しいのでおすすめです。さくらです。この日のトップスはブリングと提携をしているナノユニバースのもの。バケハは昔履いていたデニムをアップサイクルして作りました。ピアスとネックレスはアナルイサというリサイクルゴールドでアクセサリーを作っているサステナブルなブランドで購入をしました。バッグは手作りでカルトナージュという方法で作りました。自分も地球も嬉しい選択をしていくことで私はサステナブルファッションを楽しんています。こんにちは、のりです。このズボンとポロのカーディガンは古着屋さんで買いました。で、このパールのチョーカーは生まれた時にもらったベイビーネックレスで18年も使っています。リングはおばあちゃんからのお下がりです。このコーディネートは古着とお気に入りアイテムを組み合わせました。黄緑色のトップス、パンツ、ベルトを古着屋で購入しました。古着に挑戦したことがない方でも小物類から試してみると気軽に取り入れることができます。よりファッションを楽しめるのでおすすめです。私のトップスは自分が幼少期の時に着ていたものです。そしてラップスカートはラルフローレのセットアップの下で、このスカート、エルメスの腕時計、ネックレス、そしてプレッツェル型の指輪がお母さんのお下がりです。そしてもう片方の指輪はエシカルジュエリーブランドアナルイサのものです。さくらです。この日のサステナコーデのポイントはオールバーズというブランドのタンクトップとシューズです。オールバーズは環境負荷を抑えながら天然素材で靴やアパレルを作っています。汎用性の高い白いシャツと合わせてこの夏にすごい大活躍してくれました。こんにちは、ふうこです。私のコーデのポイントはこのブルーのシャツです。弟が古着屋さんで購入したコロンブスのものです。
色がブルーだけじゃなくて実はグリーンとかブラックとか複数色が織り交ぜられてるのがすごく可愛くて一緒に使わせてもらってます。みなみです。このコーデのサステナブルなポイントはオーガニックコットンのバッグと古着のシャツとワンピースです。ワンピースは購入した際に少しサイズが大きかったのですがミシンを使って体にフィットするように直してあります。こうすることによって古着で楽しめるお洋服の選択肢の幅が広がるのでおすすめです。このコーデのサステナポイントはシャツ、ジーパン、カバンです。シャツとジーパンは古着屋さんで購入していてこの緑のカバンはお母さんからお下がりでもらいました。こんにちは、ひよりです。私のサステナブルファッションを紹介します。水色のカーディガンは母が若い頃に着ていたものでジーンズは白く色落ちしてしまったものを姉から譲り受けて今は私が着ています。あまり自分で洋服を買うことがないので家族のクローゼットを古着屋さんのようにして活用しています。こんにちは、レフのマイです。私のコーデのポイントは自分好みかつ長く着られる服を選ぶことです。こちらは古着屋さんで購入したバーバリーのシャツです。生地がしっかりしていて大きめのサイズ感が気に入っています。こちらは兄からもらったエコバッグです。出先で物を買ったりすることが多いので大きめのカバンを持ち歩くようにしています。参考にしてみてください。こんにちは、まみこです。今回の私のサステナファッションでは動きやすいアウトドア向けのものを選んでみました。トップスはザラのジョインライフというサステナーコレクションのものでオーバーオールは原宿の古着屋さんで購入しました。履いてるブーツはドクターマーチンのもので高校以来定期的にお手入れして大切に使っています。シンクファッション早稲田1期代表のゾイです。ビフメンバーのサステナブルコーデはいかがだったでしょうか。古着やメルカリなどのフリマアプリそして家族や友人からのお下がりなど様々な形でサステナブルファッションを楽しむことができます。私たちレフはサステナビリティと向き合うための情報やティップスを日々更新しております。ぜひインスタグラムや YouTube をチェックしてみてください。サステナビリティに完璧な形はありません。十人十色だと思うので皆さんも自分が好きなようにサステナブルファッションを楽しんでみてください。